皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。トラビスジャパンの松倉海と川島ノエルが W 主演を務める音楽劇アベタートゥモロー男たちの挽歌の全キャスト配役と扮装ビジュアルが公開された。すべての画像、音楽劇アベタートゥモロー男たちの挽歌メインビジュアル、原作は1986年に公開された香港映画男たちの挽歌。今回の舞台版は定義信が脚本演出を務め、原作の核でもある兄弟愛や友情、パワフルなエネルギーはそのままに、世紀と国境を越え音楽劇としてよみがえる。キッド役の松倉、マーク役の川島をはじめ、物語の柱を担う邦役で八尾柳翔、組織のボス金の息子新役で岡田義則、組織に雇われている殺し屋ジャッキー役と香港警察の警部でキッドの親友霊役で尾上博之、香港警察の部長でキッドの上司ジョン役で上滝翔一郎、金の甥ブラッキー役で清水優、キッドと頬の父親李英役で中村真人、スクラップや交友ファンよ商会の社長ジェリーリー役とキャバレーメープルフォレスト、の歌姫ブリジット役で福井翔一、金役で神保聡が出演する。アベタートゥモロー男たちの挽歌は2024年6月から7月にかけて東京日本青年館ホール大阪オリックス劇場で上演される。青柳翔コメント、出演のお話をいただいたとき、これはチャレンジしたことがいい作品だと思います。その思いで作っていただきました。出演が決まって映画を見返しましたが、大好きな札を燃やしてタバコに火をつけるシーンは現代だとどうなるんだろうなどと想像しながら見るのも楽しかったですね。演出の定さんとは初めてご一緒しますが、熱量がすごく大切な作品になると思うので、熱い稽古場にして本番を迎えたい。僕自身が持つ揺らぎと演じる役が持つそれとがリンクして、物語を面白く展開させていければいいなと思っています。岡田義則コメント、僕は定義信という演出家が大好きなので、出演が決まった時は飛び上がるくらい嬉しかったです。笑。改めて映画を見直してみて、泥臭さの中にも男たちの暑苦しさ、暑さなどいろいろな要素が詰まった作品だと感じました。人間の持つエネルギーみたいなものを最大限前に出す演出をしてくださる定さんなので、今回も男たちが全身を使って叫んでいる姿を見られる舞台になるのではないかなと思っています。今回は音楽劇の男たちの挽歌、完成した時自分たちもびっくりするんじゃないかという期待を抱きながら作っていこうと思います。尾上博之コメント、18歳で上京後20歳ぐらいの頃に見て大感動した映画が男たちの挽歌でした。他にも仁義なき戦いやゴッドファーザーなど、いわゆるヤクザものの世界に憧れながら生きてきたので、出演が決まった時はめちゃくちゃ嬉しかったです。裏社会を描いた作品ですから、内容的には重たい場面があると思われますが、今回は K さんの演出で音楽劇、ギャグを得意とする K さんによってあの名作がどんな風に生まれ変わるのか、僕自身楽しみで仕方がありません。映画に負けない名作を作ろうと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。上滝翔一郎コメント、映画ではやっぱり張優馬さんが二丁拳銃で敵地に乗り込む姿が圧巻でした。今回そんな熱い男たちが躍動する舞台に出演し、男たちの一員になれると思うとなんだか感慨深いです。兄弟愛、友情の物語として際立っていることはもちろん、アクションで暴れ回る印象もありますから、体力作りも含めしっかり準備していきたいと思います。登場人物に対する優しさと世の中に対する優しい目線が届く生産武士と、今まで手掛けてこられた作品とは少し毛色の違う原作が出会い、どんな化学反応が起きるのかすごく楽しみにしています。清水優コメント、今回久しぶりに映画を見直してみたら、出所した兄の方が親友のマークと再会する場面で泣いてしまったんです。あの物悲しい安ュイな感じ、昔は全く引っかからなかったのに、大人になって感情を刺激されるところが変わったんでしょうね。A さんとは今回初めてご一緒しますが、いつも喜怒哀楽が濃くて悲
を笑っているような人間味があふれる物語を作っていらっしゃるなと思います。自分もその中で今までに出したことのない感情を表現し、一人一人の表情が想像できるようについ物語を送り届けたと思います。中村誠コメント、前回低山演出の作品に参加した時の稽古場がすごくいい空気で、今回続けてご一緒できるのはめちゃめちゃ嬉しいです。我慢強く丁寧な演出の合間にも関西の芸人さんみたいな笑いを無理言ってすみませんと入れてくるのが好きです。今回気になっているのは音楽劇だということ。僕少ないながらもミュージカルに出させてもらったこともあって、もちろん歌い出したらすぐ歌の上手いアンサンブルの方がどんどん合流してきたんですけど、だからぜひ歌わせてくださいという覚悟はあります。別もない作品になりそうな気がしますので、全身全霊を傾けて臨みます。福井翔一コメント、原作映画はオファーをいただいたから拝見したのですが、家族愛や男同士の友情など熱い思いがたくさん詰まった映画で非常に面白かったです。アジアで2番目にしつこい演出家を受賞する T さんですが、元にあるのは諦めずにいいものを作りたいという熱い思い。弱いものにスポットを当てる T さんの作品では救いや祈りといったものを強く感じます。たっぷり織り込まれる笑いとのバランス含め、音楽劇としてどう立ち上がるのか楽しみです。過去2回に続き T さんの作品で女性役をいただけたこと、また歌を披露できることも嬉しく思います。神保さとしコメント、慶義信さんとは初めてのお仕事ですが、僕の信頼するプロデューサーが強く注視しているということで、ぜひご一緒させていただければと思いました。男たちのバンカーは若い頃に見て、昔の日活映画のような匂いと香港映画特有のアクションの融合が新しいなと思ったのを覚えています。裏社会のボスの役ですから、できる限りラスボスにふさわしい役を演じたいですね。今回は音楽劇という新しい挑戦もあるのですが、その中でもアクション、それぞれの人間像などいろいろな表現の可能性はあるので、自分のできる何かを見つけていこうと思います。公演情報、音楽劇アベタートゥモロー男たちのバンカー、脚本演出 T 義信、原作映画男たちのバンカー、出演松倉海と川島ノエル、青柳翔、岡田義則、尾上小雪、上崎翔一郎、清水優、中村誠、福井翔一、神保聡、加藤照夫、新郎広島津上純也、五味亮介、羽鳥翔太、稲葉俊一、島村翔二、森野健一、榊海斗。東京公演、日程2024年6月24日月曜日、7月8日月曜日。会場日本青年館ホール。大阪公演、日程2024年7月12日金曜日、7月16日火曜日。会場オリックス劇場。どう思いますか？気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。